で、まあねその環境保護活動とかおかしいの多いし二酸化炭素排出ゼロとかバカじゃないのって私ずっと言いつけてきましたけどもようやくね産経新聞でね こういうこれキャノングローバル戦略研究所のね杉山さんという方がね正論欄でグリーンエネルギーで日本は滅びるとまあこういうのねようやく出てくるようになったなって感じですね日経新聞も時々書くようになりましたねこの環境対応っていうけどおかしくないかってこれ私がもう20年をいや何な,なら30年ぐらい前から言い続けていることなんですけどもようやくですよようやくこういうねまあ記事がまあ新聞にも普通に出るようになったえようやくですで世界は脱炭。 素ででではない。いやその通りですよね。ちょょっと読んでいきましょう。日本のエネルギー政策の方向性を定めるエネルギー基本計画の政府による改定作業が始まった年度内をめどとして2050年 CO2 ゼロを達成するためのグリーントランスフォーメーション GX、えー、産業政策を立案するというだがそもそもの現状の認識を大きく間違えている政府は世界はパリ気候協定の下地球温暖化を1.5に抑制する。そのために日本も脱炭素を達成する責務がある今脱炭素に向けて国際的な産業大 大競争がが起きてていいるるとしているだがこれは本当か確かに多くの国は CO2 ゼロを宣言しているだが実態を伴わず本当に熱心に実施しているのは日本とイギリスドイツなどいくつかの先進国だけアメリカはといえばバイデン政権は脱炭素に熱心だが議会の半分を占める共和党は猛烈に反対してきた実際のところバイデン政権下ですらアメリカ産業は世界一の石油ガス生産量をさらに伸ばしてきた中国は表向きはいずれ脱炭素にするというが実際は石 石炭火力発電に膨大な投資をしているグローバルサウスの CO2 排出量は増え続け2050年脱炭素を宣言せよという G7 の呼びかけを鼻から拒否しているインドもベトナムも石炭火力発電に投資をしているつまり世界は脱炭素に向かって ななどいない理由は簡単でエネルギー中づく安価な化石燃料は経済活動の基盤だからだとようやくねようやくですよこういうふうにですね脱炭素っていうのはおかしいと世界はそう向かってない日本もそんなバカなこと行くんじゃないんだというねこういう記事を新聞で読めるようになったのはねようやく日本もこういうことを言うね下地ができてきたのかなという思いがします。私はもう30年もううう年前から言っててていることなんですけどね大学生にとそういうふうに主張してきてました あれね、あ私大学生の時から講演してますからねその時からそう言ってきたんですけどもねあのグローバル戦略研究所杉山さんねいやよく言ってくださいました本当にその通りでございますエコマインドねそうねでもね日本の産業はまだまだね二酸化炭素排出実質ゼロとかやってますからね竹田敦康チャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。